こんにちは、シーバードです。今回ご紹介するのはホームブルーエレクトロニクスの3ハウンドコーラスです。これはですね、俗に言うハイエンド系のコーラスで結構お高いんです。千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。初めて聞くメーカーだったんですけれども、使った印象としてはですね、すごく太みがあるなと。音をですね、包み込んでるような感じの膜ができるというかですね、ツヤを足してくれるような感じのエフェクターです。まず見た目なんですけれども、このピカピカラメが分かりますでしょうか。ちょっと動かすとピカピカしてるんですよね。見た目的にも非常にリッチな感じのコーラスになっております。ではつまみのご説明をさせていただきます。これがですね、デプス、深さですね、コーラスの深さ、そしてスピード、これはコーラスの揺れるスピードを変化させるつまみです。そしてここがですね、ちょっと普通のコーラスとは違い珍しいとこなんですけれども、ウィズというつまみなんですが、これはですね、説明書によるとコーラス効果の深さと幅を調整し、立体感やニュアンスに変化を加えるつまみと。結構奥が深いですよね。深さはデプスで調整しつつも、その立体感をこのウィズというつまみで出していくと。非常に興味深いつまみです。このコーラスの面白いところはですね、このスピードのつまみでここの点滅のスピードが変わるんです。回すと速くなると。おしゃれですよね。まあ、つまみの位置でね、スピードはわかるんで、この点滅の速度っていうのはあんまり意味はないんですけれども、ただただおしゃれです。ではでは早速鳴らしていきたいと思います。